編集ファミコン、またはファミコンタイトラーは平成元年にシャープが発売したファミリーコンピュータ互換機である。発売当時のメーカー希望小売価格は4万3千円。メーカー型番はアンマイナス510。マイコンピュータテレビ CG、ツインファミコンに続き、ニンテンドーの許諾を得て、シャープが製造、販売した正規のファミリーコンピュータ互換機である。本機は、 ビデオ編集機能と S 端子の搭載を特徴とした。このゲーム機は、編集ファミコンとファミコンタイトラーの二つの名称を持つ。編集ファミコンの表記がされたものには、本体裏面へ貼り付けられた、品名、製造元を示すシール、アンケートはがきがある。ファミカムタイトラー、またはファミコンタイトラーの表記がされたものには、本体表面の印刷部、コントローラー、 本体に内蔵されたビデオ編集ソフトのタイトル画面がある。取扱説明書では編集ファミコンの名称を用いたが、一部のページではファミコンタイトラーの名称も用いた。このように名称の表記は一定しておらず、明確な使い分けはされていない。S 映像出力に対応させるため映像出力を司かさるプーは、任天堂のファミコン本体に使用された。 RP2C02 に RGB 出力を追加した互換チップ RC2C05 から99を搭載した。RGB 信号は本体内部でコンポジット映像信号や s 映像信号に変換され外部へ出力される。本体背面には RCA 端子によるコンポジット映像出力端子とモノラル音声、出力端子、テレビのアンテナ端子へ映像、 音声を出力する際に専用周辺機器を接続する RF コンバータ接続端子のほか、S 映像出力端子も用意された。この端子を利用しテレビと接続するとより鮮明な画像でゲームを楽しむことができる。電子工作に長けたゲームマニアはさらなる高画質を求めて本体内部から RGB 信号を直接引き出す使い勝手との両立を図り、 プーを他のファミコン本体に移植するなどの改造を行った。マイコンピュータテレビ C1 では動作しないソフトも使用できるが、ごく一部のソフトでは不具合が発生する。例えば、バブルボブルではゲーム進行に影響はないものの、本来黒色で表示されるべき背景が赤色で表示される。これ以外のソフトでも他のファミコン本体で使用した、サイトは異なる色合いで表示される場合がある。 類似の現象は SG- 専用ソフトをセガマーク3で使用した際や MSX 規格のソフトを MSX2 規格の本体で使用した際にも発生する。本体にはビデオ編集の際に利用する映像、音声の入力端子、各種スイッチ類も用意された。カセットを接続せず、切り替えスイッチを編集に合わせた状態で電源を投入すると、 本体に内蔵されたソフト、ファミコンタイトラーが起動し、ビデオ編集モードに入る。ビデオ編集モードは主に、ビデオカメラで撮影した映像へのテロップや絵柄、ナレーションの挿入を目的としており、祭りやクリスマスなど、季節の行事、運動会など子供の行事、結婚式、誕生日などの祝いごと、子供の成長などに対応したサンプル集があらかじめ用意されている。 文字入力は本体に取り付けられた小さなタブレットと付属のタッチペンを音声の挿入はーコントローラに用意されたマイクを利用して行う。本体のスーパーインポーズスイッチを切り替えるとビデオ映像とテロップ類が合成される。ゲームソフト使用時でもこのスイッチを切り替えるとゲーム内の黒い色が透けビデオ映像とゲーム画像が合成される。 発売時は当時発行していたゲーム雑誌でも本機は一通り紹介されていた。その中でも特馬書店が発行のファミリーコンピュータマガジンやビデオマガジンのファミマガビデオの1989年5月号においては本機の使用方法をビデオカメラで撮影したファミマガ編集部内の映像を交えてタイトル合成の使用例を紹介する10日なり詳細に報じていた。 発売後は、ビデオ編集機能を求める層とテレビゲームを求める、層とのフ一ッチ、既存のツインファミコン以上に高額な価格設定、等から、さほど普及はせず、本機はマニア等の知る人ぞ知る存在となり、そのまま翌年発売のスーパーファミコンへと、世代交代を迎えた。しかし、シャープのテレビカタログへの掲載は、ファミコンへのソフトウェア供給が終了した1995年以降も、 しばらく続けられていた。その後は、インターネットコミュニティの発達、2000年前後に行われた一部地域での在庫品放出を経て、存在を知らなかった層へも広く知れ渡り、他のファミコンにはない画質の優位性やビデオ、編集機能の珍しさから、少量の流通量による希少性もあって、中古市場では高値で取引されるようになった。ありがとうございます。